クリミア半島にあるロシア軍のシンフェロポリ航空基地から黒煙が上がっているとの情報を入手したよ。この黒煙の発生源はウクライナ軍によるドローンの仕業と見られているが、明らかにロシア本土への攻撃と言って良いだろうな。昨今の相次ぐクリミア攻撃で、ロシア系住民が怯えているのは間違いないぜ。そうだね。さて今回はクリミア半島で大爆発が相次いでいる件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国として最も南西部にあるクリミア半島において、2023年3月29日に同半島中部にある、シンフェロポリ国際空港及び隣接するロシア軍の航空基地付近で、火災が発生したとみられる黒煙が立ち上っている様子を撮影された映像が SNS で投稿されたよ。ロシア側のクリミア市長を務めるセルゲイ・アクショノフ氏が、この件に関して、ウクライナ側のドローンをシンフェロポリ近郊でロシア軍が撃墜した後、そのまま畑に墜落したため、死傷者や建物の損害はなかったとテレグラムで投稿していたんだ。また、ロシア側のクリミア市長顧問であるオレグ・クリチコフ氏は、この火災の原因はウクライナ軍による航空基地攻撃によって引き起こされたものであると明言していて、ウクライナ軍はジェットエンジンによって長距離飛行が可能な、ストリーシと呼ばれるドローンを使用して攻撃した可能性が高いみたい。このストリーシとは正式名称ツポレフ141という、旧ソ連時代にツポレフ航空機製造会社で開発されたもので、冷戦末期の1979年から1989年にかけてソビエト連邦の西側国境地帯に配備され、同国陸軍が NATO 加盟国の偵察用として運用していたジェットエンジン付き大型偵察用ドローンのことを指しているね。この機体の初舷は、全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル、翼面積 10.0 平方メートル。全備重量 6215kg という大型の機体を推力 19.6kN のジェットエンジンによって、最高速度毎時 1100km、巡航速度毎時 1000km、航続距離 1000km、実用上昇限度 6000m となっていて、あの時代に生まれたにしては優れた性能を発揮するドローンってわけ。発進する際は発射用の台車上からブースターによって飛び出し、任務を終えて帰還するときは、機体に格納されているパラシュートを開いて安全に着地するため、繰り返して使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行する超優秀なドローンだと言っても過言ではないな。ちなみにストリーシとはロシア語で鳥類の中でも最速の部類に入るアマツバメを意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察監視任務において運用していたが、実は冷戦終了を迎えた1989年には全てを退役させていたぜ。この機体はウクライナ軍にも旧ソ連崩壊時に数十機を譲っており、ロシアと同じように一時退役させていたものの、2014年に起きたドンバス戦争において現役復帰させて実戦投入していて、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で、稼働状態にあるものが複数残っているらしく、偵察監視用機器を外した後のスペースに索薬を詰め込んで、発射すれば長射程の自爆型ドローン IED として運用することもできるんだって。2022年12月5日のロシア国内にある3カ所の空軍基地におけるウクライナ軍のドローン攻撃事件では、ロシア人3名死亡、4名負傷、戦略爆撃機2機が損傷を受けたほか、燃料関連施設などが炎上するなどの被害を出し、翌日6日にもウクライナとの国境沿いのロシア西部クルスク州にある、クルスク空港付近の石油貯蔵施設もドローン攻撃を受けて火災が発生したんだ。これらの有事に関して、ロシア国防省はウクライナ軍のドローン攻撃を受けたと発表したけど、ウクライナ側からは攻撃の事実を認めていなかったものの、明らかな証拠をつかんでいたため、当然の報復としてウクライナ全土に対して、巡航ミサイルや、イラン製の自爆攻撃型ドローンシャヘドによるインフラ施設などへの戦略的攻撃を実行したよ。
昨年12月5日にドローン攻撃を受けたモスクワ南東のヤザニ州にあるジャギレボ空軍基地と、南部サラトフ州のエンゲリス空軍基地は両方ともロシア航空宇宙軍の戦略爆撃機の拠点であったため、両方の基地から発進したツポレフ 95MS などの戦略爆撃機から発射された、空基地巡航ミサイルによってウクライナ全土へのインフラ施設などへの爆撃を実施したんだ。ウクライナ軍がドローン攻撃を加えたことは明らかであるにもかかわらず、他国に向けて非道なミサイルを発射すれば、その発射地点には神が UFO を派遣して攻撃を加えるだろう。という恐怖の投稿をウクライナ政府高官が SNS に発信してしまったことからも、ウクライナ軍が関与している真実がさらに高まったな。注目してもらいたい点があって、前途したジャギレボ空軍基地で基地要員3名が死亡しているが、現在戦闘が続くウクライナの最前線から 500km 以上離れた地であり、一方のエンゲルス空軍基地もウクライナ領内の最前線から 700km 以上の距離があることに疑問を持ってもらいたいぜ。その当時、ウクライナ軍が運用していた攻撃型ドローンは、アメリカ製のスイッチブレードやフェニックスゴーストと言われていたことから、それらの航続距離は短いとされていて、ウクライナ領内から発進させてもロシア本土の奥深くにある基地には届くはずがないんだ。あのトルコ製ドローンバイラクタル TB2 でさえも、航続距離は 150km ほどであるため、それを使用した攻撃でないことも明らかだよね。確かにウクライナの軍需企業ウクロボロンプロムが航続距離 1000km 以上飛行できる新型ドローンを開発中で、完成間近であるとの情報があるものの、テスト飛行でロシア本土攻撃に使用することも考えられるが、シンフェロポリ航空基地攻撃はストリーシュによるものだと推測するのが筋だろうな。2023年3月中旬以降、明らかにクリミア半島のロシア軍施設への攻撃が増加しており、爆発によって火災が発生している様子などが撮影された映像が SNS に多数投稿されていたり、クリミア半島のロシア海軍黒海艦隊の司令部などがあるセバストポリ軍港と、そこへの兵站供給ラインに対する攻撃が増えたりしているね。ロシア側のセバストポリ州のミハイル・ラズボザエフ知事が、3月22日にセバストポリ軍港にドローンが飛来してきたけど、ロシア海軍がドローンを早々に撃墜したため、人的被害や船舶の被害はなく、港周辺の建物のガラス窓が割れただけに止まったということを公表していたんだ。また、3月20日にもクリミア半島北部にあるロシア軍の兵站集積拠点であるジャンコイにドローン攻撃があり、ウクライナ国防省は鉄道輸送中だったロシア軍のカリブル巡航ミサイルを破壊したと発表していたが、ロシア側はドローン攻撃を受けた事実は認めたものの、カリブルが破壊されたことに関しては言及していないぜ。昨年の8月16日にもジャンコイにあるロシア軍の弾薬庫が攻撃を受けて貯蔵していた弾薬が爆発して大火災が発生しており、SNS に巨大な火球と黒煙が上がる映像が投稿され、この爆発に関してロシア国防省は、弾薬庫の他に送電線や発電所、鉄道線路、住宅などの民間インフラ施設が被害を受けたと発表し、ウクライナ軍による攻撃であると断定していたけど、ウクライナ側は、この事実を認めていないみたい。クリミア半島ではドローン攻撃の他にも、地元の反ロシア派住民などによるパルチザン活動も活発化しており、これらの動きからウクライナ軍の大反攻作戦が、東部戦線ではなくクリミア半島奪還作戦が、中心となるのではないかという不安がクリミア半島に暮らすロシア系住民を脅かしているんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。